ということで今回はおかゆで優勝していくことにするわね。悔しい。二の二でしこたま食べて飲んだ後にガンナガで替え玉三杯したい。太っ腹でしこたま食べて飲んだ後にラーそうめんで優勝したい。京寿司でお寿司しこたま食べた後にようやく小通りで泥になるまで酔っ払いたい。東京から来た偉い人に西中洲連れてってもらってその足でキャバクラ連れて行かれたい。もちろん一番高い個室に通されて一発芸披露の流れになって YouTube ではとても披露できないモノマネたくさんして吉毛解放したい。できないわ。なぜなら私は無情だから。あと私は何回おかゆを食べればいいのかしら。まさかこれも現実じゃなくて料理系 YouTuber という職業についておきながらおかゆしか食べられないという悪夢を私は今見せられてるんじゃないかしら。なかなかえげつないことするわね、サスケくん。私はその悪夢の中でもがき続けるわ。諦めたらそこで試合終了でしょ、安西先生。多少消化に悪くても少しの豚骨ラーメン要素も摂取しないと私どうにかなっちゃいそうだから、紅生姜にごまを振ってネギを散らしてめんつゆをかけておかゆを食べることにするわ。あらやだ、美味しそう、やだ。うん、紅生姜とごまとネギの香り。例えるなら替え玉3杯目くらいのもう紅生姜とか高菜とかネギとかごまとか全部入れた後のスープ、薄めた感じね。そしてでん、一番飲まなきゃいけないやつ、略して一番のやつ。おかゆと白湯だけの生活で体重がどこまで減るのか楽しんでる自分もいるけど、やっぱり本物の一番のやつで優勝したいわ。はい、江戸天。